っとまた話題が変わるんですけども、僕が昔から見ているあの YouTube のチャンネルがいくつかあるんですね。で例えばあのメグウィン TV さん、まあ、これはもう本当に日本で一番有名かもしれないチャンネルですよね。すっごい昔からやってるわけですよ。であとはめぐみチャンネル、あのよくゲーム実況したりとか、あの新ハードが出るときにそのハードの話とかをしているめぐみさんっていうね、あの女性がやってるチャンネルで、あとジェット大輔さん、あとは劇団スカッシュさん、ここら辺は割と昔から見てるんですよね。あと瀬戸康史さんも見てるし、カズチャンネルさんも見てるんですけれども、木下ゆかさんはあんまり見ないです。あんまり、ごめんなさい、あんまり僕大食い系の動画があんまり、なんだろう、見てて面白いと思えないので、あの自然とこう、あのなんていうんですか、離れてっちゃってるんですけど、自分の中でね。で、まあ例えば長年やってて落ち着いてきちゃってる人って、今あの劇団スカッシュさんとか昔はすごい勢いがあったと思うんですけど、最近落ち着いてきてますよね。まあこれちょっとなんでだろうっていうふうに不思議に思ってるんですけど、あとはジェット大輔さんも結構あれですかね、普段のお仕事が忙しいんですかね、ちょっと YouTube にアップする動画のペースがなんか最近結構落ち着いてきてますよね。あと瀬戸康史さんもなんかすごいムラがあって、なんか何ヶ月も動画出さない時もあったりして、結構ムラがありますよね。で思うことは、あのやっぱり20代とかで、10代もそうかな、10代とか20代で、まあ、いわゆるトップ YouTuber ぐらいの、まあ、そういうところに行ける人ってすごいなと思うんですけど、ですけどやっぱりこれをね、5年続けます10年続けますっていう、まあ、あの長期的に考えた時にずっとやっていけるぐらいの、やっぱりこの情熱だとか、その体力的なところですよね。だからマラソンしてるみたいなもんじゃないですか。この情熱を保つとか、その自分のスタイルを守り続けてコツ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 やっていくっていうのは、1年とか2年で売れるっていうこと以上にまた別の才能を要求されてるなって思うんですよ。まあ要するに、そのある程度成功したら人間ってこう休みたくなるじゃないですか。ちょっと休憩したいなって思ったりとかするじゃないですか。でもやっぱり YouTube の世界だと、休むに休めないというか、常にやっぱりこうそういう競争にさらされてるわけですよ、常に。だからまああんまりそういうランキングっていうのを意識しすぎない方が、まあ、長くやっていけるのかなっていうふうには思います、うん、あと関口あゆみさんも昔から見てます、はい、なんかでも関口あゆみさんはあれですよね、あのメグウィンさんだったりとか劇団スカッシュさんなんかとコラボレーションしてたりして、あの結構昔からこう名前が売れてる人だと思うんですけど、あんまりチャンネル登録者数が多くなくてびっくりしました。あれ何なんですかね、あの減ってきちゃったんですかね、それとももともとそんなに多くなかったんですかね。ちょっとねそこら辺が分かんないんですけども。でもう一つは、まあ、劇団スカッシュさんみたいに、まあ、4人とか5人とか、まあ、複数でやっている YouTuber さんみんなに当てはまることなんですけど、やっぱりこれをずっと継続していくのって結構大変ですよね。これよく言われてる、よく出てくる話題なんですけど、まあ、そのお金の取り分のこともあるじゃないですか。
金の取り分どうすんのとかね、まああとはあれですよね、メンバーの中でその結婚したりとか、まあ、そういう環境がこう少しずつ変わってきたりするじゃないですか。でそういうのどうすんのとかね、あとはこう休みの日を合わせなきゃいけなかったりとか、そういうその人生プランがみんな同じとは限らないわけですよ。そういうところどうすんのっていう感じですよね。だからなんか最近劇団スカッシュさんなんかを久しぶりにあのチャンネル見たんですよ。そしたら結構その動画の投稿するペースがすごく落ちてて、なんかあちょっと大丈夫かなって心配になったんですけども、なんかこうスマップ的な現象が起きてきてるんですかね。まあそれぞれのソロの活動をし始めてきてたりとか、まあそういう感じなんですかね。まあ結局複数でやっていくときに、複数人でこうやっていくときに難しいのが、まあそのビデオカメラで撮る人がいたりとか、編集する人がいたりとか、まあそういうある程度そういう役割分担が出てくるんじゃないですか。やっぱり編集する人って大変なんですよね。これチャンネル動画を作ってる人だと分かると思うんですけど、かなり時間食うんですよ編集って。でその編集時間食うのを毎日のようにやるとなると、かなり負担が大きいんですよ実際のところ。だからグループでやる場合は継続的にその編集する人をローテーションで編集することができるように、まあその編集技術を、まあ、みんなそのメンバーのみんな磨いといた方がいいかなっていうふうに僕は思ってます。そうしないとかなり大変なので、かなり大変です。やっぱりその複数人でチャンネル維持するときって、撮るときはみんなそこに出演してないといけないじゃないですか。撮るときね、撮影するときで、編集するときは多分誰か一人に任せっきりになるんですよ。普通はそうなんですよ。だってそのビデオカメラに入ってるデータ一つじゃないですか。でそれを複数の人で同時に編集進めてったら、やっぱめちゃくちゃになるでしょ。だから基本的には一人の人に編集任せることになると思うんですよ。やっぱそうすると編集する人大変なんでね。まあだから今日は自分がやる、明日はこの隣の人がやる、明後日は違う人がやるみたいな感じで、まあローテーションで編集できるようにできると、まあ、結構いいかもしれないよね。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。